先ほどの場所からですね20分ぐらい、バイクで走ったところにあるんですけども、すぐ隣はスパワールドっていうね有名な、世界の大温泉という広告で有名なねところがあるんですけども、右側にそれなんですけどね、はい、ですぐ隣に、この首吊り廃墟っていうね、大阪では有名な場所なんですけども、見えますかね、じゃじゃん。強くんとね探索したいと思います。じゃあポケストップ回そうか、2つ落ちますね、立ち方向立ち方向、なんちゅう名前だ、お、傷薬、傷薬、いいよいいよ、で、もう一個回そう、どこで行っちゃう、あ、大阪国技館跡、うん、いいよ、あ、ポッポもおるよ、ポッポ捕まえよう、めっちゃ出てくる、急に出てくるな、ね、潜入する前にポケモンをどんどん使いましょう、よしよしよし、2匹ゲット、ポッポ、うん、こんなもんかな、ポケモンも置いてないし、近くにジムがあるな、オッケーオッケー、で、ここですね、首吊り廃墟、2010年やったかな、白骨遺体が見つかって、それで結構ニュースになったんやけど、知ってる？知らへん、知らへん、結構有名やってんけどな、ちょっと中に入ってみましょうか、結構周り人いてるけど結構してますね、お邪魔します、なんかあのペットの餌が袋があるな、うん、あ、トイレするやつか、すごい匂いやな、これ気づかない、鼻が悪いですか、うん、かなり異臭がゴミの匂い、うん、悪臭がします、この場所がもともと大阪の国技館の跡やねんね、1階ですね、ここ1階部分なんですけど、2階に続く場所がないです、あ、階段がある、階段発見しました、でも階段登ってもないですね、これは土台が、うわぁ、ちょっとそこっていいよ、そこっていい、ちょっと登ってみましょうか、2階ですね、ここはちょうど、うわ、虫がいっぱい、3階に上がれへんな、これじゃあ減った方がいいの、こんなん無理やろ、ここまでやな、この頂上やったかな、一番上でここついたのが見つかったんですね、ちょっとスパワールドから見えたのかな、なんかおるなみたいな感じで、よいしょ、よいしょ、戻ろう、危ねえ、こいつ倒壊してもおかしくないぞ、これどうか、なんか
ものがあります。気配りのすすめ、鈴木健一です。出てきました。ここがやたら臭いな、うん、出てきました。はい、上どうやって上がるんでしょうね。これ階段なかったもんな。遺体とかどうやってはあれやな、回収したのかなそれが不思議でしゃあない。ありがとうございます。ここはだからもともと東京の有名なね、東京国技館ですって、あれありますけど、大阪にもあったみたいです、昔。こんなもんか、ポケモンも2匹捕まえたしな。レアポケモン置いてなかったけど。でも不思議だねかな、こんななんかシルエットあるからさ。シルエットあるからなぁ。ちょっと探してみる？撮影はちょっと一旦中止して。だね、うん、このまま起動しながら歩いてみる。うん、じゃあちょっとこれで終わろうかな。ここは首吊り廃墟は感想ありますか。なんか強かったあ、ほんまここからほんまに臭かった。いやほんまちょっとな、遺体あるんちゃうかってな、また、うん、なんか登ってそうな匂いやで、おー、なんかどっかな、土の中に隠れてありそうな感じのすごい悪臭でした。はい、じゃあこれで釣り首吊り廃墟終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。